ユウケン飲みすぎてスターになる。ユンケル飲みすぎてスターになる。はい、今日のトークテーマ、ユンケル。皆さんご存知でしょうか。ユンケル、ユンケルというのご存知ですか。栄養ドリンクですちょ待って、先に言っとくな、先に言っとくで捨てまちゃうでそう、ユンケルというのがありまして、みんなユンケル飲んだことあるかな、飲んだことあるかな、まあ、いろんな種類があると思うんですけども、今はねコンビニだったり薬局ではね簡単に手に入るんですけれども、いろんな種類があるんですけども、まず私もうねユンケル飲んできた本数100本余裕で超えます。余裕で超える、もうねガチ余裕で超える、もう本当に超えてる。言うのはですね、冒頭でも言ってるんだけど、17ライブ毎日配信してます。もう700日を超えて丸2年がねもう過ぎるんですけれども、そう、毎日配信はね本当にもうね体調崩せないんですよ。体調崩せないから、もういろいろこう健康のね維持のためにね、そうそう飲んできたんですけど、今まで疲れた時にはこの一本、ユンケル、そうユンケルです。もうね今まで本当にいろんなユンケルの種類を飲んできました。すごい安いやつから、数百円で買える安いやつから、もう一番高いやつ飲んできました。でその中でですね、まあ知ってる方もいると思うんですけども、ユンケルスター、ユンケルスターって知ってる？ユンケルスターって知ってる？みんなユンケルスターって知ってる？ユンケルの中で一番高いやつ、一番高いやつ、あれいくらぐらいだって、3000円超えるんだよね。3500円ぐらいだっけ、多分それぐらいだったと思うんだけど、ユンケルスターっていうのがあって、よく見てはいたの薬局で、こんな高いのやば、これ効くんかって思ってたんだけど、私2019年にですね稲妻ロックフェスというフェスに出させていただいたんですけども、その時にめっちゃちょっとなんか体調崩しちゃって、沖縄、まあ、9月だったんですけど、沖縄ではもうめっちゃもう真夏で、だけど実際こう県外に行くとちょっと冷えてたりするんですよね。ちょっと寒かったの、全然もう県外に慣れてなかったから、私はすごい寒くて体調の温度差がすごくて体調崩しちゃって、でその時に初めて飲んだユンケルスター、その時の感想はね、これ3点すんのって思ったね。これユンケル3000円すんの、効くんかなって飲んだ後に思って、なんかめっちゃめっちゃ何飲みにくいと思ったの。すっごいそのなんだろう、栄養があるものってすごい美味しくないじゃん、苦かったりするじゃん。だからだけど思ったよりそんな苦くなくて、かかってはなるんだけど、なんかこれ3000円もすんだ、効くんかなと思ったんやけど、でもスターはですねこの2年で20本ぐらい買ってます。そう、多分20本ぐらい買ってる。もうすっごい体調がやばい時に、やべ、ここは体調崩せね、ここは頑張らないけない時やって時に、ユンケルスター様助けてください言うて買ってますね。3000超えの高いんだよマジで、飲みまくってたら変な体調になるぞ。みんな用法量用法用量お守りください。ユンケル多分1日1本だよね、それは守りましょう、守ってます。普通に病院行った方がよくない、行く時間がねえんだ。でもなんだろう、体調崩してるわけじゃない、なんかみんなもわかるでしょ、なんかあこれこのまま行くと体調崩しそうみたいな予感ってあるでしょ。だからその時に限って、その時にみんなこう栄養があるもの食べたりとか、体調崩さないように早く寝ようとかやるでしょ。私はもう寝る時間も決まってるし、毎日配信は決まってるし、体を動かすのも決まってるから、もうユンケルをですね飲んで栄養を補充してます。いや毎日配信って本当に大変なの、毎日配信マジ大変なの本当に。そうだから体調崩せないから、ユンケルでまあなんだろう、いろんなの試してきたんだけど、スターはねやばいね、あれはねガチで今体調崩せんって時に飲むと、本当にマジで効いた、ユンケルスターは。そう
スターだけで10万、10万、サミラル3000超えだから、それも20本以上。うわー、そう、あ、また本当に捨て間じゃないからね、これ捨て間じゃないからね。で、そう、ヨンケルスターはすごい体調がマジで、なんだろう、ガンって上がるんじゃないの、ユンケルスターはね。飲んだことある人いるかな、ユンケルスター。ガンってうっしゃー、行くぜ今日は行くぜイエーみたいな変なテンションになるんじゃなくて、なんだろう、体が多分これなんだろう、麻痺ってのか知らんけど、体が、あ、今大丈夫、いけるいける、あ、え、なんかだるさないわみたいな、なんかガンって上がるんじゃなくて、ちょっとノーマルに戻してくれるっていうか、そうそうそう、リボビタンディ十分、リボビタンディで十分、いや十分すぎへんだな、それがリボビタンディでは補えない栄養がめっちゃ入ってるの。みんなちょっとさ、マジでさ、あのヨンケルを調べてほしいんだけど、なんか内容、内容量っていうの、何が入ってる、この成分は何に効くとか、女性にもめちゃくちゃいい成分がめっちゃ入ってたりするの、こういう何、習慣とか、あと体にもいい成分とかめちゃくちゃ入ってて、マジで調べてほしい。本当にリボビタン D では足りません。愛してるぜ、おかりだぜ、ありがとう。体が資本です、そういうことなんです。ユンケルストックしてたけど、さらに強いし欲しくなる、ユンケルプラス漢方が最強。いや、ユーナもね、ユンケルで、一時期ね、ユーナ UUNA になって1年目は上がるユンケルを全部飲んでたの。ね、あれなんだろうな、多分最初の時は上がるユンケル、よっしゃー今日やってやんぜみたいな感じで、あの上がるユンケルを買ってたんだけど、多分2000ぐらいかな、2000いかんぐらいか、1500円とかぐらいかな あのユンケルを買って、よっしゃぶち上げていくぜっつってやってたんだけど、その後ね、代償がすごいんですよ、その上がるユンケルって代償がすごいの。お、今日いけんじゃん、マジ調子いいってやるじゃん配信、それで7時間とかやる、終わった後ね、でこんな感じなの、こんな感じなの、マジで。これをずっと続けていくと、ある一定の時期になったらもうグーンって体調崩します。グーンって、今まで多分ね、頑張ってきた頑張ってきた体がもうごめん、いやじゃ無理、ボーンってこうグーンって崩しちゃう時があるので、上がるのはあんまよろしくないなと思って、上がるものは本当に何だろう、まあ今日決め時だ、今日は頑張る日だっていう時にだけ飲むようにしてたな。その時はもうマジで崩すから。ユーナはユンケルでできてるのかと言っても過言ではないぐらい、ユンケルに助けていただいております。私の体はユンケル、ユンケル、シュッ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 、ユンケルまあユーナはこのユンケルを今まで飲んできて、いろんな種類を試してきました。コンビニのやつから、薬局の中堅のやつ、上級のやつ、一番最高級のやつ、いろいろ試してきました。この丸2年でマジで余裕で100本超える。ちゃんと数えたらマジどれぐらいなんだろうって思うぐらい、もうユンケルでもういくら使っとんのぐらい買ってきた。で、今結局落ち着いたのがですね、こちらですみんな気づいてたかな、後ろにあるの、でけでーん、ユンケル、お、高低液プレミアム、これ漢字はねちょっと分かんないんだけど、プレミアム、こちらです。皆さんこれ見たことあるかな。これね、これいつから出たんだろう、最近なんだよね、この青いユンケルが出たの。すごい私青色が大好きで、だから薬局で見た時にね、可愛い、一人だけ目立ってると思って最初買ってみたので、したらね、これに変わる前のユンケルが一番上がるやつだったんだけど、なんかねすごい仕様が変わってて、この子は上がらないんですよ、テンションが上がらないの。けどいい感じに栄養をくれる、なんかすごい体に無理をさせない、負担をかけない、栄養だけなんか足りないとこだけ補ってくれるユンケルみたいな感じで、青いユンケル、この頃お世話になってます。これはねめっちゃいいよ、お、わかる、グワーってこういうやつ、そうそうそう、え、みんなわかるこれ、ね、待って、あの言うね、ステマじゃないよわかる、ユンケルのジャケがいい、僕はユンケル、ユンケルさんいらっしゃい、もはやユナケルユナケルだよ。みんな今日はどこが悪いのかな、睡眠不足では、あなたには集中力と疲労回復の養分をあげるよ、
ポロ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 。え、君は体調を崩してるの？だったらなんだっけ、ちょっとね、体をちょっとだけよくする持ち上げるやつをあげるよ。ユナケル、ユンケルさん作ってくれないかな、ユナケル。それぐらいいいな、ユンケルにめちゃくちゃお世話になってる。イチローさんからユンケルの CM 奪おうとするな。違うね。でもな、ユンケルね、これね、本当にいいの。イチローさんがおすすめしてた時、最初私これ飲んだ時本当にさ、なんか実感しなかったの。これ飲んで、え、これユンケルの効果出てる？なんかユンケルって上がるものだと思ってたんだけど、ずっとね、上がるものとして飲んでたの今まで。から、え、これ出てる？これあかんくない？ちょっと効いてなくない？みたいな。けどこれね、飲んでくとやっぱなんだろう、上がらないけどすごい足りないとこを補ってくれる、なんだろう、本当に無理させないユンケル。これ飲んでるとね、本当に体調崩しづらいの、マジで。で、体に負担かけないから後からの代償がないの。これ飲んでても、これ本当に今最近ずっと飲んでるんだけど、代償がないんですよ、体に。こう1週間とか1ヶ月飲み続けても、毎日1本ずつ飲むじゃん。そしたらね、普通1週間とか2週間経ってくると、あ、やべえ、これちょっと無理してきたやつが出てんな、ちょっとやってんな、これ体やってんなって思うんだけど、全然これの場合はなくて、本当に足りないとこを補ってるって感じ。睡眠不足だ、運動不足です。睡眠不足だ、睡眠不足だ、運動不足だ、ワオ。ユナの曲フワオ聞いてね。っていうか、ユンケルが分かる女子すげえ、分かん、え、そうなの、ユンケル分かる女子ってすごいの。なんかユナは本当に毎日配信がすっごい大変だから、体調崩せないんですよ、マジで。体調崩してしまったら本当にもう全部が崩れる。元も子のもないからさ、今まで頑張ってきたものが体調崩したせいで全部今までの努力が無駄じゃん。だから本当に崩せなくて、今までの努力が水の泡だから、ユンケル私の相棒。ユナの相棒いっぱいいるな。ユンケルの青色、青色がね、今すごい好きで、だからね、最初惹かれて買ったんだけど、なんだこれ効かねえじゃん、上がんねえじゃん、飲むのやめたんだけど、ちょっとそこからやっぱ上げた時の代償がすごいから、上げるものをちょっとな、極力控えようと思って、上がらないものを探し始めたの。だからその時に出会ったのが、高齢人参だっけ、そう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 、とか、あとあれなんだっけ、あれ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 、忘れた、漢方みたいな、あげるやつ、この体温とかをあげるやつなんだけど、ああいうのを飲んでみたんだけど、あれも結構ね、やっぱテンション上がっちゃうからあかんな思って、そうあかんから、ちょっとねダメだなって思って、もう一回ユンケル探そうと思い、いろいろ試した結果、この青にたどり着きました。で、今さ、本当に毎日配信すごい大変で、体調も崩せなくて、で今ね、すっぴん強化月間なんですよ。すっぴん強化月間、もに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 、そうだから、早寝早起きしてるんですよ。早寝早起き朝配信、めっちゃ、もう今まで7時に起きたことなんてないんだけど、毎日7時に毎日7時に起きてます。そう、めっちゃさ、生活習慣を変えたから、体調を崩しやすくなりそうだからと思って、いろいろね、こういう栄養剤を飲んでます。これね、1本700円ぐらいします。これ1本700円ぐらい、ロイヤルの方が1000円、高い。これさ、容量みんな知ってる？ちょ、開けていい？ちょっと中身見せるわ。ちっちゃいんだぜ。ちっちゃいんだぜ。ユンケル CM 来ちゃうな。見て見て、この容量、あ、降ったから泡になってる。この容量、これで700円、コーヒー何杯飲めるか。そう、これで700円で、ロイヤルの方が1000円ぐらいします。でもさ、その分やっぱりする分、何、補われてる部分がめっちゃあるのよ。すごいある。ここなんか、これ飲み始めて本当にドーンって体調崩さなくなった。いうのは、今までだから本当にたくさんの方に出会ってきたんですけど、 UUNA になって、で体調崩してるって人結構聞くのね。でその度にユンケルを勧めてきたの。けどみんななんかさ、ちょっとユンケルってちょっと最初のコメントでもあったけど、なんか、なんだ、なんだった、飲みすぎ病院行った方がよくないみたいな、飲みすぎあかんでみたいなコメントあったやん。けど
そんなことないね。なんかちょっと怖いみたいなイメージがあるでしょ。ユンケル飲みすぎたらちょっと体への負担がちょっと不健康になりそう。ちょっと怖い、無理やり上げる感じで怖い、そうと怖いよみたいなイメージあるでしょ。で、ユノも最初そのイメージあったんだけど、全然こういうね、あのガンって体を上げるやつじゃなければ全然全然本当に体の負担もないし、栄養にマジでいいんだよね。あと女性の方に本当におすすめ。スターじゃなくてユンケル飲みすぎてプレミアになる。プレミアムってあった、ユンケルプレミアム、え、あったんだよ一時期。本当に私一時期ユンケルプレミアムめっちゃ飲んでました。でもユンケルプレミアムは上がるやつ、ガーンって、よっしゃおめえら行くぜ行くぜブンブンブン行くぜっていうのがユンケルプレミアム。あれはねガチで上がるやつ。そうそうそう、だから本当にね、いや病院に行くよ、そりゃね月1、まあちゃんと行くよ。体調ガチガチに崩したとかあったら、もうやばい、ごほごほ、あの喉が痛い、頭が痛い、熱が出たみたいな時は行くけど、それ以外その前ってやっぱりさ、みんな自分での体のさ感覚ってわかるでしょ。なんかちょっと明日やばそうだな、なんか体調崩しそうな予感があるとかない？野生の勘ってやつ、うん、野生の勘ってやつなんかない？みんなこの体調崩しそうな予感がするみたいな、そういう時にユンケルのこういうのだったり、あとユンケルノンカフェインのやつがあるのよね。寝る前に飲める、カフェイン入ってると寝れなくなっちゃうからノンカフェインのやつとか飲んだりしてたの。あれマジで効くよ。そう、早いから、そう、お金で時間を買います。本当にね、生配信って大変なの。もう本当にもう時間がもったいない。風邪ひいたらゼナをお湯で割って飲むといい。あ、待って、ゼナってなんだっけ、薬局の方が言ってたやつかな。ユンケルの一番高いやつじゃないとあまり効かないよ。そんなことがないんだな。むしろユンケルスターを毎日飲んでたら体壊すぜ。タイムイズマネーやんですね。そう、タイムイズマネー、難しいな、ちょっと言葉が。ユンケル一番高いやつを一気飲みするとかなり来るよ。もうめちゃ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 ルアズハイテナイツ、オンナイツナイツオンナイツナイツナイツオンナイツレンズハイテナイツ。皆さん今日も元気にやってまいりましょう。さあ今日の配信は24時間配信、みんなついてこいよみたいな感じになっちゃうよな。あがんで、もうなんだっけ、容量が書いてるんだよね。ここに何が入ってるかとか成分を書いてるんだけど、それをねちゃんと一個一個調べたの。やばいでしょ。オーギリオエキスって何の役割をするんだろう。検索する。ゴウチンキってどういう役割をするんだろう。検索するみたいな。一個一個調べて、で今まで飲んできたやつも全部調べた結果、これがちょうどいい容量なので、全部入りすぎてなくて、いい成分が均等に入ってる。欲しい成分が均等に入ってる。まあこれ私の欲しい成分なんだけど、みんなも十分に合った成分のやつを選んだ方がいいと思うけど、欲しい成分がめっちゃ入ってるからこれに落ち着いたの。そう、ユンケルスターはガチであれ飲みすぎたらやばいよ。うん、言っとくよ。そう、言っとくよ。マジでやばいからね。そしてね、怒り草はね、すごい女性にいいの。女性の皆さん、女性の皆さん、怒り草おすすめです。すごいね、なんかいろいろ体調崩したりとか、あと女性の日とかあるじゃん。その時にあれ、なんかなんだろう、毎月定期的に来ないなとか、今回ちょっと遅れてる、2ヶ月ぐらい遅れてる、なんでっていう時があるでしょ。そういう時に怒り草を飲むとすごい周期がなんか安定して、ちゃんと毎月来るようになるの。そう、怒り草めっちゃおすすめです。怒り草が入ってるやつ、調べてみて、薬局行って見て、あ、これがいいかもみたいな。それ専用のやつもあるんだけど、あれは D って書いてあるやつだったかな、 F だったかな、 D だったかな、見てみて。そう、怒り草が主に入ってるやつがあって、あれすごいおすすめ、女性に。そう、結局これに落ち着きました。上げもせず下げもせず、いい感じに一定を保ち、ないところを補ってくれるこのユンケル。